僕は普段ビジュアル系の中でも女の子っぽいメイクとかすることが多かったので、今日みたいなメイクが新鮮で、濃いメイクでライブやりたいなとか楽しみになってきました。こんにちは、もしかしたらお久しぶりの方もいるかもしれません。メガマスオギターの良平です。今日はですね、ビジュアル系メイクの紹介を、しようということでやってまいりました。僕の、メイクを担当してくださったのは、理解さんです。理解です、よろしくお願いします。ヘアメイクをしてます。あとは美容家としていろんなことを、食事から睡眠、肌のこと、いろいろさせていただいてます。よろしくお願いします。それではメイクスタート。今回はコンタクトはグレーを入れています。グレーといっても、いわゆるコスプレ用のグレーで、ちょっと白が強めです。髪の毛やメイクが黒を中心に組み立っているので、目の方はこういうちょっと白に近い色を入れることでロックな雰囲気を出してみました。まずシェーディングとハイライトを入れていただきました。男性的になるように、顎はあんまりシャープにせずに、頬の方をかけさす感じで入れて、ハイライトは頬骨と鼻筋を主に入れてみました。最初のベーシックの段階で、確かにもう顔の作り方が女性顔ではなく男性顔に、その入れていただいたやり方によって変わっているなって感じました。あ、そうですか、はい、よかったです。次はコンシーラー入れていただきました。ちょっとこうトラブルがある肌とか、頬の方はしっかりとつけといた方がいいっていうことで、そこらを抑えさせていただきました。それで毛穴とか、シミはないですけど隠しておきました。その後にファンデーション、パウダーファンデーションをパフでコンシーラーの上に直接つけてます。フェイスパウダーを間に挟む方がいいっていうよりも、コンシーラーの上にパフでソフトに薄くパパッとのせてあげることによって、崩れにくい肌を作ってくれます。だから時間が経っても化粧崩れしないし、あとはつけたすぐはすごく濃く映るんですけど、薄付きとか肌が綺麗に保てます。朝つけても夜まで綺麗な肌が持続すると思います。僕もバンドとかでライブもやったりするんですけれども、そういう時もやっぱ長時間塗っていなくちゃいけないことが多くて、すごい助かりますね。汗をかいても崩れないです、それがポイントですね。はい、次は練りファンデーションを。これは額と顎と鼻の下、その部分は薄くファンデーションを塗ることで薄化粧に見えるっていうのがあるので、そこのとこを薄く練りのファンデーションで仕上げました。これはなんで練りファンデーションを使うんですか？このアンドフェイスの練りファンデーションがやっぱり落ちにくいっていうのがあって、あとパウダーにしても何にしても時間が経っても落ちにくい、落ちやすいとか浮きやすいとか、化粧をした時に浮いてくるとか、そういうのってあるじゃないですか、時間が経った時に。ライブした後とかでも、だからした後ってすごい綺麗だと思うんですけど、時間が経ったらなんか変だなみたいな、浮いてくるなっていうのがないのがこのアンドフェイスはないですね。続きましてフェイスパウダー、クレドポボーテのフェイスパウダーです。紅花を使っていて粒子がすごく細かいので、どこのフェイスパウダーよりも化粧した肌をきれいにしてくれるので、毛穴がちっちゃく見えるし、化粧崩れもしないし、ほんのりふわっとした肌に見せてくれるのと、化粧崩れしないっていうので使いました。のせ方のコツとかってありますか？はい、ブラシでたっぷり取ってもらって、そのままのせるんじゃなくって、一旦空中にでもパンと叩いてもらって、で下から上、毛穴に沿うんじゃなくて逆らって優しくのせてあげると綺麗、に均一につきます。パフでつける場合も、抑えて使う、マットにするっていういろいろあるんですけど、あんまりマットっていうよりもやっぱちょっとツヤを出したかったのでブラシで仕上げました。ここからはアイメイクに入るわけなんですけれども、まずは三吉のジェルライナー。今日はねパンダ目みたいな感じにしてるんですけど、やっぱり黒が綺麗ですね、三吉さんのは。で発色もいいのと、あと修正も効きやすいです。もしよれたなと思っても、フレンジング付きの綿棒で取ってあげるのがいいと思いますね。結構粘膜まで綺麗に入り込むので、ちょっと乾くまでには時間がちょっとかかるんですけど、綺麗に色が出ます。次は同じ三吉のブラックのパウダーで、ジェルを抑える感じで今回は使いましたね。黒さを強調するっていうのもあるんですけど、ジェルだけだとやっぱりよれちゃうっていうのもあるし、黒さもまた違う感じなので抑えで使ってます。それはやっぱり色としてもじゃあ落ち着くというか、やっておいた方が長時間も持つっていう意味もあるんですか？そうですね、やっぱりよれにくいと思いますね。それは大事ですね、こういうメイクだと、この後はまたアイライナーで。アイライナーはやっぱり三吉さんので落ちにくくて、色も本当黒いですね。それをもう一度目の際と、あとは目頭とか目尻の細かいラインをきれいに整えるのに使いました。今回アイメイクの塗り方のポイントとしてはどういったものがありますか？ちょっと垂れ目系を意識してるか、そうですね、全体的に吸ってるわけではないく、ちょっと微妙に垂れ目みたいな感じにしてます。
そっちの方がやっぱり大敗的な感じとかが出たりするんですかね、うん、ロックなというか。そうですね、それとなんかやっぱり上品さも出てくるのでいいかなと思って。確かに、ただ怖いだけというか、うん、かっこいいだけとかじゃなくて、そう、ちょっと可愛らしさも入ってるそういう感じです、ね、次が結構ポイントになると思うんですけれども、うん、このつけまつげ、うん、これも光吉さんのところのつけまつげなんですけど。そうなんですね。ラインが垂れ目になりやすいカーブがすごい気に入って、あとチロチロですね、はい、このありますよね、デザインされた、うん、それがすごい行き過ぎずいい感じだなと思って。僕もお気に入りですかね。あ、よかったです。どういう風に今回はつけていただいたんでしょうか。はい、今回は目のとこと、はい、この口のちょっと真ん中よりちょっと上に行くようなバランスにつけたので、ちょっと黒くて見えないけど、ちょっと目の際につけるよりもちょっと下に 1-2mm 下につけて、このピロピロ感が頬のこの真ん中よりちょっと上に行くようにつけました。はい、次は眉毛、アイブロウ、はい、ゆいのアイブロウで、今回はペンシルで左の眉に合わせて長さだけちょっと足した感じで描きました。今回はアイメイクとかが重きがあるので、うん、潰さずでも主張もせずみたいな感じで、とりあえずその長さ出しにちょっと陰影を使いました、はい、続いて俺は眉マスカラ、はい、はい、デュークレートの眉マスカラで色を目立たなくするのにこの色を使いました。次は、ノーズシャドウを入れていただきました。ケイトのアイブロウパウダーをノーズに使いました、はい、鼻筋をちょっと細く見せるのに影を入れて、はい、結構がっつりとあの3色全部混ぜて使いました。結構くっきり入れているんですけれども、うん、こういう濃いメイクだと、うん、むしろなんかちょうどいいバランスに引き立てられるというか、うん、鼻高いんですけど、まあ日本人の場合はね、うん、よりっていうのでシュッとさせるみたいな、させるので、はい。次はチーク。チークは、アイシャドウのブラウン3色を頬骨の位置にこうもう本当にシャープにスッて入れただけですけど、あんまり大きく広げずに細めに入れました。最初塗られている時は僕もちょっと具体的な入れ方なのかなと思ったんですけれども、完成すると全然やっぱ違和感なくなりますね、うん、次は口でリップクリーム。今回はフレドフォーボーテのリップクリームをベースに使いました。このリップクリームはもう本当に皮むけとかもすごい優秀な、いっぺん塗ると皮がスルスルっと取れるようなリップクリームを下地として塗りました。それに続きまして唇の部分にもファンデで、アンドフェイスのクリームファンデを唇のところに塗りました。でオークル30を今回はリップブラシで唇につけた感じです。これ色の違いというのはやっぱり肌とはその元々の色も違うからのせる色も変わるってことですか。そうですね、やっぱり唇って赤いのでちょっと白いよりはちょっと色味のついたオークル30にしてみました。だからそうした方がより自然に仕上がるってことですか。そうですね、うん、ここで、ウィッグをかぶりました。今回はヘアメイクが本当にシンプルだったんですけれども、それに加えて髪の毛も本当にいわゆるロックバンド的なビジュアル系の中でもちょっとロック色の強いバンドのイメージで、ショートで、であと片目が隠れるような長さのちょっと前髪重め長めのウィッグを選んでみました。次はハイライトです。ハイライトはスキャンダルのハイライトを鼻筋、頬、あとは顎を縦じゃなくて横に入れました。そうすることでちょっと立体感が出るので使いました。自分で見ていてもちょっと引き締まる感じがするというか、そんなパッと見ですごい印象が変わるわけではないんですけれども、やっぱりどこかキリッとしてくる感じは受けました。だいたいハイライトを入れると、はい、顔って求心的になると綺麗って言われてるんですね、はい、だから中による作用があるので、それでちょっとその引き締まるというか、うん、引き締まる感じが、はい。続いてまた別のハイライトを入れていただきました。鼻高パウダーを、やっぱり鼻にちょっとスッとより高くっていうことでまた入れさせてもらいました。入れていただいた場所はもう本当にこの鼻筋の、そうですね、今回もウィッグかぶった後だったので、はい、そのウィッグからここの鼻の部分ですね、はい、というわけでビジュアル系メイクどうでしたでしょうか。理解さん的に今回の一番のポイントとかってあったりしますか、うん、今回はやっぱり目ですね。目の形に今回はこだわりましたね、はい、僕は普段ビジュアル系の中でも女の子っぽいメイクとか、うん、あともうちょっと薄いメイクで男の子っぽくてもすることが多かったので、うん、すごいあの今日みたいなメイクが新鮮で、でもなんかこういったアプローチをやってみるとちょっとバンドの方でも実際に濃いメイクでライブやりたいなとか、そういうことがすごい楽しみになってきました。このチャンネルはですね、僕の動画もいくつかアップされていたり、それ以外にももう本当にいろいろなジャンルのいろいろなアプローチのメイクなどの動画が紹介されています。ぜひぜひチェックしてみてください。じゃあまた、バイバーイ。